はい、じゃあ始めましょう。あ、すいませんね。じゃあ、あの制限定理、予言定理しますので、よろしいでしょうか。いいですか。本当それでいいですね。で、あなたもね、はい、あ、他の人はちゃんと勉強してください。もう名前のゲームでいきましょう。はい、直角三角形があります。で、これが A だったらラージ A になるの分かりますか。大体そうでしょ。 A って言ったらラージ A でしょ。で、これが B だったら B でしょ。知ってました。ああ。で、ここが C だったら C なんです。いいですか。まあいいんですよ。中学生見てるかもしれませんから、ちょうどいいかもしれませんね。はい。そしたらですね、聞きますね。これ直角三角形です。そしたら、A 次乗イコール B 次乗足す C 次乗ですね。これわかりますか。これ何の定理ですか。三平方ですね。はい。じゃあ聞きます。もし B と C の長さが変わらない。で、A の角が90度6になったら、この定理何出しますか。取れたらないですね。でも、こうしたら何出します。すいませんね。はい、コサインですね。すみません。A です。よろしいですか。じゃあ聞きます。これがつけば成り立つんです。でね、A がこれ90より大きいですね。で、90より大きかったらコサイン A は正ですか、負ですか。負ですね。負かけ負は正ですね。ってことは、A の長さが伸びてますね。確かに伸びてますね。で、次ですね。じゃあ B と C の長さが変わりません。じゃあ A が90より小さかったです。これ何出しますか。じゃあ A が90より小さかったらコサインは正ですか。ですか。正かけるは。ってことはこれだけ減りますね、長さ。減ってますね。じゃあ引きます。じゃあ A が90度でした。コサイン90は何ですか。ゼロ。ゼロかけこれは。ということはこれだけですね。わかりました。三平方定理も、三平方定理っていうのは、要するにこれ予言定理なんですね。コサインだから予言定理なんです。初めてですか、予言定理。予言定理ですね。予言定理ってコサインの定理って書くんですけど、コサインの定理があったら予言定理って言って、要するに予言定理っていうのは三平方の定理の120度とか40何度とかそういう時のために使う定理です。で、これがつけられます。で、それを頭に押さえた時に、じゃあコサイン B を求めなさいって問題になったらどうするかというと、あ、B の三平方の定理を書けばいいんだってまずいきます。で、微調整が2AC のコサイン B だというふうにします。そうすると B 次乗引く A 次乗足す C 次乗のマイナス 2AC をしたらコサイン B です。よろしいですか。とは移行して割っただけです。そしたらこれすごいのは、コサインは辺の長さが割れば出ます。すごくない。三角形の辺の長さが全部分かればコサインになります。いいですね。はい、じゃあこれメモってください。で、次はですね、あ、さっき予言定理って間違ってましたね。これはこうですね。はい、すいませんでした。1時間目、2時間目の原理してましたんで、中国から怒られそうな原理してましたんで、今みんな日本の YouTube 見てますからね、全世界ですね。で、予言定理の共通性、制限定理ですね。僕は昨日見ましたけどね、あれ。やっぱね、何万球ってアクセスがあったね、あの例は。ね、あんまりじゃあ、ビーってなるけど、ね、先これですもんね。すごかったね。ゼロっていうのが正だから。だけど、一応、そういう中国の人たちのために、なんか正しい感じのを確認して。まあね、はい、円があります。はい、そしたら、ここが A やったら、ここがスモール A になりましたね。そしたら、ここでこうなっても A ですね。はい、これとこれ等しいですね。これ何の定理ですか。これ何という定理ですか。はい。はい、これ円周角の定理ですね。円周角の定理です。別にいいんですけどね。円周角の定理です。中心を通った時この角度は何ですか。90度ですね。そしたらこれを半径 R とすると直径は 2R になります。そしたら、はい、サイ
イン A は、サイン A ですね、は 2R 分の A になることは分かりますか。分かりますね。分かる。ついていってる。ということは 2R イコールサイン A 分の A ってことは分かりますか。分かる。これこっちかけてこれ下かけてね。したらですね、サイン A っていうのにこうなるってことは、じゃあ B もこう動かせば A 集合の定数ですかね。確認。分かりました。A を動かしてこうなったってことは、B を動かしてもなりますよね。要するにこうなるでしょってことを言ってます。分かる。A を動かしてこれができるっちゃけ、今度各 B もこう動かすことで同じことができませんか。じゃあ C も同じよね。でこれが制限定義です。よろしいですね。制限定義こうなります。で、最後いきます。じゃあとりあえずここまで書いてください。はい。次は間抜けな定義ですけど、今日分かっているときはかなりずるいやり方で教えてますからね。これが A だったらこれが A ですね。もう分かってくれましたね。でこれが B と C としましょう。でこう垂直に下ろします。そしたら面積は中学校の時に2分の1の CH って回ってますよね。でしょ。これは分かりますよね。そしたら、そこでね、あっと、サイン A。サイン A は、これ H としましょう。BH、B 分の H ですね。サイン A。B 分の H ですね。ということは、H は B サイン A ですね。これ結構ですね。そうすると、あとこれ代入したら、2分の 1CB サイン A ですね。ですね。そこでよくない？ 2 辺と破産角があれば面積出る。ほら、2辺と破産角があれば面積出る。そこで高校入試で使えるよね。なんか切り口がどうなのとかさ、どうせ45だよ。ね、大体塾の先生の試験とかこういうのを使って早く解いて、大体塾の試験、中学校、高校受験の中学校の先生って大体試験やるんですよね。大体高校入試みたいなのを10分で解かされるんですよ。3年生の人、来年からどっか塾に帰ってきたりするんです。そこで使っておいてすぐできます。よろしいですね。はい、じゃあメモってください。